雪国間青いは、馬の鈴草果間青い族の常緑の多年草。根茎は暗視色をし、紐状で補服する。根茎にお白色の洋根が節くれだって残り、紐状の根を出す。茎先から洋平が出、洋平は長く暗視色になる。葉質は厚く光沢があり、洋身は高卵形または卵型で。 長さ5から13センチメートル、幅4から9センチメートルになり、先端は A 頭からやや鋭がしら、基部は心形になる。葉の表面は緑色で強い光沢があり、無毛、葉脈の使用部分が多少くぼむ。葉裏は単緑色で毛はない。普通、葉に白斑はない。下記は3から4月。雪解けとともに、 茎先に一個の花をつける。花柄は暗紙色の斑点がある。花に花びらはなく、隠れペが花弁状になる。学頭は短い筒状で、長さより幅が広く、長さ4から9ミリメートル、計6から14ミリメートルになる。学頭の入り口は、計4から8ミリメートルで、つ状の管があるが顕著ではない。学頭内壁は小紫色で、 盲状隆起があり、9から12個の縦脈がある。格闘外面は、暗褐色、暗視色、または、高褐色に、泡紫色の反転が入る。学列片は、卵状三角形で生倉頭、長さ5から1 1ミリメートル、幅6から1 2ミ、mm、リメートルになり、平らかいするかやや斜めに開き、表面は平坦である。湯髄は、暗子色で12個あり、花糸は、 家中の半分の長さになり、約は、線状長楕円型で外側に向いて、縦に裂ける。地髄は、暗視色で6個あり、直立して、学灯の入り口まで達するか、多少突出する。日本古有種。本州の新潟県、福島県西部に分布し、低山地の落葉紅葉樹林の臨床や雪椿の茂る林下に生育する。前川用のれは、論文、新種。 雪国オ葵について、植物研究雑誌ボリューム63において、新潟県ではすでに知られていた腰の間葵やサラム、メガケイリックス T 種ゴと本種の地理的分布を調べた。その結果、新潟県中越地方においては、フォッサマグナの東園である柴田小井出構造線の西側には腰のカンアオ葵が分布し、その東側には本種が分布している、としている。和名。 雪国かんあお葵は、雪国かんあお葵の意で、雪国のかんあお葵の意味。種商名池上は、新潟県の植物研究者、池上義信への県名である。池上義信は、1956年と1962年に、基地種とは違うかんあお葵類を採集して、前川文夫に送り同定を依頼した。前川文夫はこれを新種と判定したが、 正式には発表されないままになっており、ヘタラトラパイケガミイカイメイクは長い間、裸なとなっていた。1988年に、前川洋の例によって、ヘタラトラパイケガミイカイ、メイク、XY メイクと命名記載された。1998年には、ヘタラトラパ族はアサラム族にまとめられ、菅原隆によって、新組み合わせ目アサラムイケガミ T 種語、とされた。 ありがとうございます。